チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯はブリの塩焼き混ぜ寿司、ブリちゃんの塩焼き混ぜ寿司では、いただきます。チャオ、あ、ピーピー出した。まあ、いいわ、ゆっくり食べよう。子供がね、まだ今来てないんだけどね、今日ちょっとあっちゃんね、今あと忙しいね、牛を積んでるんでね、さっき食べます。さっき食べてしまうとあかんね。いただきます。ジュームセミだからね、うまい。うん、うん、ブリの主役美味しいね。よいしょ。ブリ美味しい。ブリ長いこと通じたな。うん、いやな。クリアした。うん、おいしい。迷いだとさらにおいしい。お吸い物はね、お麩とネギ。君この後答えるんだよ、大丈夫。利用しいいの、うん、いけるし、なんかちゃうの。あ、追加処理あんの、まあな、本体食べやからな、いけるし買っても。え、2000円か。まあ2000円でな、読んできれば安いけど、本当に一番若い人だね。それのために言ってるのか、顔じゃないと言ってますよ。クリアした。はいよ、まだあっちゃんチュートリアルやねん。手伝ってよ、男性 RPG がどうも分からへん。うん、無理、本屋あった。本屋は気をつけた方がいい。うん、本屋、うん、なかったと思う。いや、遅いね。
油揚げ、うん、簡単だ、うん、じゃでは参ります。小坂さんへの問題。1ヶ月に何杯食べると元を取れる？12。72杯。びっくりするわ。めっちゃ文献やねんな。信じられるわ。どうしたこの人、疲れてるのかな、うん、めっちゃ美味しいな、うん、悩みすぎて白髪になってる、ブリの塩焼きの味寿司、99引いたんや、線から9000。100をかけんねん、1引いてん、99引いてん、痛みで100かけるかけた後どう考えようかな、悩んでんか、うん、170じゃん。105や。190と150
うん、半分な、うん、毎回分かったかという意味だ、うん、計算間違えてる、190やのに180と160ないやつ、そういうの中国ではない自己食をするよ、うん、計算ミスもあるやん、うん、工房も筆の誤りってやつ、計算の仕方は合ってんねん、うん、うん、うん、全然わかんない歴史の年号なんて超嫌いなの、え？しゃべってもわかんない本能寺の家、大阪夏の陣や、新戦争や、これ何やったっけな、東西戦線だけど、あ、西南や、うん、本来本能寺の変、9番戊辰戦争、うん、戊辰戦争、1番応仁の乱、うん、うん、みんな簡単ながらいくな、6番関ヶ原の戦い、4番長島の戦い、3番桶狭間の戦い、戸坂さん理系でも武器でもなかった、うん、NHK のアナウンサー、メールけど、すごい簡単な理系問題を分からんかって、ね、でも文系入ったら文系も、読むだけの人、じゃあ本なかったかしょか、こんな綺麗に白身ならへんよな、ね、油分綺麗に油にかけるで、かけすぎたら黄身溶けるやろ、黄身かけた、うん、難しいね、あくまで卵に丸かすとしか言ってへんや、うん、
綺麗ですとか言って、うん、はい、ということでね、今日はね、ちょっとね、この後押してるんで動画この辺で止めます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまってことで、この後のあっちゃんのね、ちょっと勉強するんで、またね、バイバイってことで、今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりです。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの、今日のあっちゃんの何回言うねん。ブリちゃんの混ぜ寿司、ブリちゃんの塩焼き混ぜ寿司、よかったよと思ってください。高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。